もう少しここにいさせて。この体で。はあ、演武典礼っていつ始まるん？これが長命種の日常なのでしょうか。心配すんなって。チケットさえ買っとけば地公使から上…1日目のスケジュールすごい。主催側の森人が4回挑戦を受けるんだって。まだ子供だって聞いた。どちらにも書けません。大気圏でモーターボールの試合を見た時に全信用ポイントを失ってしまったので、今回は確率ゲームでお金儲けず。演武典礼。先生、来てくれたんだ。聞いたよ、炭鉱先生と。い、知ってる。僕にとってラフの安全の方が大事だから。観光客たちは面白い剣の試合を見たいだけだから。本当の勝負は強砲艦の演武台じゃなくてここにある。今回の脱獄事件の裏には明らかに。よく言ったわ。椅子と同じくらい背が低いのに、ラフの子供には妖精の戦士にも劣らない志があるようね。身長は関係ないと思う。元凶にお腹いっぱい食べられるところを教えてもらったの。順守の前はこんな大変な時でも食欲旺盛だなんて、さすがは天劇将軍。でも早めに済ませてくださいね。それは私が決めることじゃないわ。ここに来たのはあなたの食べっぷりを見るためなんだから。ほら。僕の？でも今はゆっくりご飯を食べてる場合じゃありません、大地。変なの。私は食べっぷりの患者を見てからずっと気を張ってるんでしょ。風霊はお腹が空いてる状態で勝てるような相手じゃないわ。あんまり焦らないで、ご飯を食べながら。でも風霊は今も行方不明で、昇級さんだって捕まったままじゃないですか。僕たちが時間をかければかけるほど状況が悪い方に。運気軍の中で一番せっかちなのは私だってよく昇級に言われるんだけど、彼の忠告っていつも正しいのよね。それなのに堀の忌み物とは長いこと戦ってきたが、獲物がずる賢いなら狩人はそれ以上に辛抱強くならないと。弓で敵を射るのと同じように限界まで。じゃあ海炎将軍、天白氏の準備は整いました。うん、天劇新作両将軍を代表してしばらくの間わしが新作譜とラフ六氏の指揮を取ること。は、風霊は逃げ足が早いだけでなく門まで固く閉ざしたそうだ。幸い優秀国に閉じ込められた二人の七死人は、うん、よっ、うん、たっ玉そうし。飛翔将軍の実力を疑っているわけではありません。予定通りに行けば。しかし風霊。三月の言う通りだ。では運理。それはもちろん。うん、万全。一つは、もう一つは、まあお前の。本当？ああ、勘。面会中に風霊が。逃亡犯は単。じゃあどうすれば。無論捜索は起こる。いつも通り。でも。そう、それこそわしとてただま。まさか肝炎し。美月さんは賢いな。おじいちゃん、美月は軽減。まったく、二人とも心してして聞きなさい。玉、二人に。優秀国の管理が行き届いていなかったせいで
将軍の手を煩わせることになってしまって。気にする必要はない。雲起軍は戦場で戦い、幽府は罪人を罰する。泉州において雲起軍と囚人が脱走した件は把握しているから、今は優秀国の現状に変装した堀人が優秀国さ、ケイ門の当直だった半眼のうちでは、私と後ろの将軍様、各階層雲起の将軍が自ら危機に立ち向かうのは珍しい。しかし天劇将軍は文句を言うどころ、脱獄を手助けした堀人は、私に言わせればその答えを見つけ、わかりました。長い間おっしゃる通りです。炭鉱殿、レース、これも探偵士の責務ですから。古族に扮した堀人からだ。それならすでに物証を用意させています。